皆さんはさあ、バッバー翔太です。みんなすんません、前にね5つ星の、ホテルの動画を上げたんやけど、実は、5つ星じゃなかったです。まあよう調べてみたら1つ星でした。ほんますんません。でね、まあ友達用に聞くと、まあ友達は5つ星って言いたいんじゃなくて、まあ、モロッコの伝統あるリヤドを紹介したかったってことで僕に声をかけてくれたみたいです。でね、その後、まあ5つ星めちゃめちゃ見たいな、どんな違うん、どんだけ違うんかっていうのを気になってね、今回まあ友達とかにいっぱいちょっと交渉してみたら、友達の友達に5つ星を経営している人がおったみたい。超ラッキー。これはガチだから、うん、見せてもらうことになりました。ってことで今から行ってきます。 OK、 早速入っていくんやけども、見た感じが全然ちゃうよ。でね、もうエントランスにはこうやってね、見てファイヤーとかもある感じやで。 Thank you so much。 Thank you。そう、見て、もう見た目、入った瞬間からもう空港に見える、なんていうかな、これゲートみたいな、セキュリティゲートみたいなのがある感じやな。 Thank you。 見て、ロビーです。 Hello, how are you? Good morning, thank you so much for today。 そう、今からみんな早速ね、ロビーの中に入っていくんやけど、見て、さすが5スターっていうだけあるな、このドア。みんなこうやって伝統的なこう鳴らすのがある感じかな。みんな見てこれ。 Thank you。 これが5スターですよ。5スターのロビーで、天井もね、みんな見て、すごいよ、まさしくお城やね、これ。めちゃくちゃ広いよ、うん。でね、ここにはこんなピアノもあって、カエルの歌が、みんな見て、この椅子も超モロッコンスタイルかな。座り心地もね、最高やわ。で、机にはね、みんな見て、こんなポットもある。あ、ここで火がつけれるんや。で、お茶が飲める感じなんやな。聞こえてくるよ。でね、前の動画でも説明したように、電柱の柄も素晴らしいね。この柄も全部手作業で作られたみたい。こわこわ。でね、みんな見て、フロアの正面には、わあ、美しいよこれ。みんな見て、ここが水が流れる感じなんかな。この柄独特、そんなに派手じゃなく、すごいいい感じですね。ゲゲゲのゲゲゲの。でね、至る所に見えるこの小物ね、小物がもうほんま高級感漂っとんやな。うわ、こうしてもすごいやばい、触らん方がいいな。ゲゲゲゲ。でね、このロビーの外に一体何があると思う？みんな見てみようか。うわあ、みんな見て、グリーンエリア、やばない？ここで朝食とか食べたらもう最高やと思う。これがリヤドの庭っちゅうやつかね。ここでね、こうやって座って食べるもよし。あ、みんな見て、庭にね、見えるかな、オレンジの木もあるな。オレンジ取って食べれるんかな。あー、やっぱ俺は5つ星合わんな、やっぱりすごい高級。でね、今から5つ星の部屋をちょっと紹介してもらいます。階段も結構暗い感じやけど、すごいおしゃれ、ちょっとリトルダークみたいな感じですかね。ああ、階段ちょっと登ったらこうやってコーヒー飲むスペースっていうんかね。コーヒーか、コーヒー。こんなチップスとかもね、無料で置いてある。これドローンさすがにやばいやろ。 What is that?あ、It's a bar as well! Oh my god! で、ウイスキーとかもあるし、ビールとかコーラとかね、ワインもある。わお。で、ここがね、部屋らしいっす。みんな見て。ティリーン。うわお。超エレガントやね。で、ソファーもね、こんな感じです。まあ、結構ブラックって感じやね。で、超巨大ベッド。みんな見て。わお。やっぱりね、前の動画でもしたんやけど、5つ星今回がガチってことで、あ、めっちゃ気持ちいい。ベッドももうふわふわで、さすがこれが5つ星か。でね、2人十分寝れるぐらいのキングサイズのベッドやね、これは。でね、カーテンもみんな見て、このカーテン止めもめちゃくちゃおしゃれやで。で、カーテンの裏にはこうやってね、手彫りで彫られたモロッコンスタイルの柄のね。さすが5つ星のホテルだけあるね。やっぱりセーフティーボックスもね、ちゃんとついてる感じですね。ですね、テレビもついとうし、エアコンもついてるし。で、今からバスルームね。おお、もうこれがやっぱり本物の大理石か。大理石で、シャワーも超高級、ゴミ一切なし。
わあ。ね、ソープとかもね、ちゃんとついてるね。コットンもついてる、これ女の子の化粧取るやつかな。で、これなんや。耳かきとかもね、ちゃんとついとうわ。で、女の子のバンド止めか。超クリーン、超綺麗。スリッパついとうなんとこなんか泊まらしてもらうとこないで。トイレの上にね、なんかブランドなんかな、ブランド品のトイレなんかな、なんか変なもん。で、トイレットペーパーね、入れるところも、なんて超おしゃれ。視聴者の方でね、芸術が好きな人がおったんよね。どうですか、この写真。わぁ、俺には似合わん。まあ、俺はもう、なんていうの、バカバカでええ感じやね。さらに階段を降りてくると、また大きい広いスペースがある。見て。わぁ、めっちゃでかいよ、ね。またまた、全然違う感じやね。ここはもう大量の鏡があって、で、真ん中にはソファーがあって、で、上に4つ部屋がある感じかな。この、やっぱ俺、これが好きやわ、この、手彫りの柄。こんな椅子やで。これ何のためにあるん、このジャラジャラ。まあ今登って今日階段だけど、まあ運転して。これね、すごい美しい。みんなガチの5スターどう？エンジョイしてる。俺めちゃめちゃエンジョイしてる。もう俺もう別世界におるみたいな感じや。わぁ。で、ここがね、多分2階やと思う。2階から見た景色見て。2階から1階が見下ろせる？ふい。で、この2階のね、フロアのこのガラスもね、めちゃめちゃカラフルで、やばいですよ。もう、さっきからやばいしか用意わんわ、こんな。すごすぎて、表現ができるんだよね。もう見て、ここも、昔ながらのラジオみたいな。でね、ここが次紹介してくれる部屋なんやけど、見て、ここがスイーツなんかな。でっかいドアの中にあるみたいです。ちょっと入ってみようか。これでいいんかな？あっとんか。うわー、まずここにソファーがあって、ソファーの上にはこんな柄も。わー、超おしゃれじゃない。あー、でね、すわー、ソファーの座り心地も、水もついておし、コーヒーとかもちゃんと作れるね。うん。で、ベッドがあって、あ、ベッド の、 柔らかさも最高。でもさっきのベッドよりちょっとちっちゃいんかな。でね、もちろんエアコンもついてるし、芸術も楽しめるっていうね。でね、冷蔵庫の中見てみようか、どんな感じか。で、ここは服かけるとか、こんな服旅行で使う？うわー。で、ここがバスルームみたいです。みんな見て。はあ、多分こんな感じで、風呂も入るやろうな。リラックスできるわ。で、ちょうどね、目の前にはテレビもついとるから、最高やと思う。うぃー、すげー、めちゃめちゃでかい。しゃあ、どんだけ水出んねんぐらい大きいで、まあ、同じく洗面用具は全部ついてる感じ。ね、みんな見て、ここにあるなんか変なやつ、これがなんか結構美容によくて、髪の毛とか顔に塗ったらええみたいです。まあ、女の子が使うやつかな、よう分からんけど、俺にはもう無縁や。このね、5スター部屋だけじゃないんですよ。多分ここが多分レストランやと思う。見て、なんか水があって、多分ここは水流れるんかな。すごいよ、ここで飯食うみたいな感じかな。ほんまもお城やな、オロポンスタイルのお城や。で、ね、ここには皆さんお待たせ、ワインバー、まあバーかな。メニュー見てみようかな、どんな感じか。チーザーサラダが150円とかね。で、ステーキとかもあるわ。8オンスのステーキ260とかね。サンドウィッチで180円。ね、ちょっと俺には陽田さんはこんな金、ね、まあ、モロッコの伝統的なコスコスが260、やばない。スパゲティ180、高っ。こんなとこには葉巻もあるよ。葉巻もやっぱ5スターで買えるんや。頑丈にロックされとうけど、みんなこれだけじゃ終わらないよ。今からね、プールとスーパーフィットネス、ちょっとどんなもんかね、見に行きたいなと思います。このね、ちょっとしたところがね、すごいなんかおしゃれなんよね。ディリリ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 、うん、お、壺もある。高そうな壺やな。来ました、ここがね、5スターのプール。飛び込んでみたいな。スカイパン持ってったらよかったわ。みんなね、こうやってここでゆっくりして本読んだり、できる感じかね。プールの横にはね、なんと
ジムもあるっていうね。宿にジムとかそんなんある？ホリデー来てまでエクササイズしたいんかと思うね。で、このジムの横にはワインバーらしい。なんでジムの横にワインバーがあるかちょっと不思議なんやけど、めちゃくちゃたくさんのワインがある。あれ中入ってんかな、ちょっと見てみたろか。あ、中入ってないわ。これからか、これは見せかけか。嘘つきめ。あっこはプールがあってジムがあってするんやけど、その横にあるのはなんとこの辺でしたっていうことじゃなくて、ハマムをねするところがあるらしい。ハマム、ハマム。Yeah, I can go inside, ハマム。OK、 ここ中入らせてもらえるみたいです。わあ、ここがハマムエリアなんか。こうやっておしゃれにキャンドル焚いてくれて、 It's a steam room and scrub and rub。 OK、 中は見られへんねんけど、結構ぬくい感じ。ベッドがあって、聞こえるかな、ベッドがあって、ここに寝転がって、マッサージしてくれたり、まあちょっと日本のちょっとサウナと似てる感じ。まあでもちょっとテンパチャーはサウナよりちょっと低めな感じかな。まあ長入りできそうな感じですね、そこでは。まあ最後の最後になるんやけど、まあ、このねホテルで、五つ星のホテルで最高級の、景色が見れる展望台っていうかね、テラスがあるみたい。だからちょっとテラス行ってみようか。しかしでも迷うな、どこに行くんや。お、あ、これはエレベーター。さて、ルーフトップどうなんでしょう、中身。わー、わー、みんな見て、もうフェズンの街が一望できるね、ここでは。テラスの上にはなんと、デリーン、こうやってバーもある。最高やろ。ここで音楽が流れて、ここでね、たまに DJ が来るみたい。 DJ が来て、ビールめっちゃうまいわ。この景色と一緒にね飲むビールがほんま最高や。で、これは夢やね。こんなふわふわのソファーに座って、目の前はなんと、見てください、みたいな。おっちゃんが手振ってくれよ。まあ今回ね、5スターのホテル紹介してみたんやけど、なんで俺がこんなに5スターのホテルを紹介したかったかというと、まあモロッコね、僕が普段行くようなところばっかりじゃない。僕はね、そういう5スターとか、まあ高価なもんあんまり興味ないから行かんだけであって、まあ興味ある人でもね、全然来れる。格差はすごいあるんやけど、まあローカルのエリアも見れるし、すごいこういったね、リゾート、すごい高級なね、ホテルとかもたくさん、楽しめることができるモロッコね、ぜひぜひね、いろんな人にね、モロッコに来てほしいという意味で、今回どうしてもね、5スターホテルを動画に撮ってみたかったです。前にね、一つ星と五つ星をちょっと間違えてね、まあ僕の、調査、まあ聞き間違えというか、調査間違えというかね、調査不足やねって言ったらいいんかね、みんなすんませんでした。まあ今回ね、みんなに本物の、五つ星のホテルをね、紹介されたんで、まあ OK でしょう。